オニアンコウカは、アンコウモクに所属する魚類の分類群の一つ。いわゆるチ,ョーチンアンコウ類として知られる、深海魚の一群で、オニアンコウなど5属27種が記載される。チ,ョーチンアンコウ類の中では最も形態の特化が、進んだ、行為群として位置づけられ、複雑な構造を持つ、アゴヒゲや左寄りに開口した肛門など、際立った特徴を有するグループである。 オニアンウ家の魚類は、インド洋、大西洋、およびパナマ湾を中心とする東部太平洋の深海に、主として分布する。本家に所属する五族のうち、アセントルフリン族は、メスの五個体しか、これまでに知られておらず、コスタリカ沖、パナマ湾、ペルーチリ海溝などいずれも、東部太平洋の熱帯域から報告されている。比較的多くの標本が存在するボフリン族も、 また東部太平洋に固有の分布を示し、主にパナマ湾の表層から水深1750メートルにかけての範囲から採集されている。ホートコリネス属及びハプラフリン属は大西洋、太平洋、インド洋など3体洋に分布するが、インド洋からの報告はいずれも1個体にとどまる。ホートコリネス属の分布は熱帯域に限られる傾向があるのに対し、 ハプラフリン族は高緯度の海域にも生息することが知られている。前者の分布推進は990から1420メートルと深いが、後者は比較的浅く300メートル付近からも採集されている。残るオニアン皇族は、チ,ョウチンアン皇類としては、夢愛皇族に次いで種田妖精を示すグループで、少なくとも22種が3体用の深海から知られている。 ある程度の数の最終記録が得られているのは、インドオニアンコウなど、ごく一部に過ぎず、多くは、非常に稀な魚類であり、22種のうち8種はただ1点の、標本に基づいて記載されている。オニアイ皇族の半数以上を占める12種は、大西洋、特に北、大西洋が分布の中心である。このうちヤクマオニアンコウなど8種は、インド洋や太平洋からも、 散発的な報告があり、半リシュとまでは言えなくとも広範囲な分布域を持つ可能性がある。インドオニアイコウオニアイコウの2種は主にインド太平洋に生息し、日本の近海からも報告がある。オニアンコウ族の飼魚は水深100から200メートルの範囲から多く得られており、他の超鎮コウ類の飼魚が100メートル以前に多いのとは対照的である。幽霊オニアンコウ。 三匹の寄生魚が腹部に付着している。本族の仲間は代表の色素沈着をかき、半透明あるいは白色の体色を持つオニアン効果魚類は海底から離れた中層を漂って生活する表栄性深海魚のグループである。食性は肉食性で釣竿のような誘引突起に変形した背びれがいい一、ひれ状を用いて餌生物を引き寄せる。 超鎮ンンコウ類の誘引特起が発酵機能を有することは19世紀末から推測されていたが実際に発酵している様子が観察されたのはオニアンコウ科の一種が初めてで1926年に報告されている。オニアンコウ族の仲間が持つアゴヒゲの発酵は1932年に最初に確認されヒゲの先端に位置する多数の小結節が青白く 光る様子が観察されている。誘引突起の発酵は他の超ン,ンコウ類と同様に発酵バクテリアによる強制発酵である一方、アゴヒゲにはいかなる細菌も存在せず自力発酵が行われていると見られている。ワニトカゲギスカ魚類におけるアゴヒゲの発酵は主に神経系によって調節されているが、オニアンコウ類のアゴヒゲには目立った神経分布は認められず、代わりに 血管系を介した調節を受けているものと考えられている。すべての超鎮ン光類に共通する特徴として、雌雄の体格は、著しい性的不りを示し、オスはメスよりも極端に小さい YU である。アセントルフリン族を除く四族は、比較的豊富な雌雄の標本が存在し、オスは寄生性であることがわかっている。一方、 アセントルフリン族のオス個体は未だに得られておらず、寄生性かどうかも確かめられていない。変態後のオスは餌を一切取らず、よく発達した眼球と嗅覚器を利用して、メスを探す。メスを発見したオスは体に食いつき、以降は、メスと一体化した、寄生生活を送るようになる。お似合い後続のオスは一匹のメスに対し一匹、のみしか付着しない一方、他の族では、 複数のオスが同一のメスに寄生する例がしばしば見られる。付着部位は、某不倫族、オニアンコウ族ではほぼ腹部に限られ、ほとんどのオスは前方を向き、逆さまの状態となっている。これとは、対照的に、ハップラ不倫族、ホートコリネス族では寄生する場所やオスの体制は定まっておらず、目の真上や背部、あるいは疑似状態に付着していた例も知られている。 自由生活期のオスの生存は例外なく未発達で成熟した卵巣を持つメスには常に寄生竜の付着があることから雌雄の結合は互いの生成熟を達成するための必要条件とみなされている。ホートコリネス属の一種のあるメス個体に付着した寄生竜の体長はわずか6.2ミ、mm、リメートルで生成熟に達した脊椎動物として 最小の例の一つと考えられている。オニアン皇族の一種。下顎に伸びた顎ヒゲ状の発光期間は、本属魚類の重要な特徴となっている。オニアン皇家の仲間は一般に短く、卵型から球状の体型を持つ。最大で全長27.5センチメートルの個体が知られる。一方、多くは体長10センチメートル未満の小型魚類である。 糞は短いが頭部は大きく、粉炭から胸びれの基部までの長さは体長の半分を超える。体表は全体的に滑らかで、イボ状の構造などは認められない。体色は暗褐色から黒色だが、ハプラフリン属など例外的に色素を持たないものもいる。口の大きさは、蝶鎮コウ類の中でも際立っており、一部の種類は口の占める割合が、 脊椎動物全体の中でも最大級である。両角の長さはほぼ同じだが、下顎がやや突き出る種類もいる。オニアンコウ族、アセントルフリン族、ボウフリン族の顎には鋭い牙状の歯が少数並ぶ。一方、残る二族の歯は比較的細かく、数も多い。本家魚類を他の超鎮アンコウ類から区別する重要な形態学的特徴として、肛門が 体の左側より認知することが挙げられる。カレー目の仲間も肛門が小中線からずれることで知られているが、これは眼球を含めた全体の左右非対称性に関連するものであり、他の魚類あるいはすべての脊椎動物を含めても、本家以外に同様の非対称性は認められない。肛門が左にずれる原因や機能については、ほとんど何もわかっていない。誘因突起を支える。 短尻骨は非常に短く、前端は皮膚に埋もれる。有印突起の長さは種によって様々で、疑似状態にほとんど飲み込まれた形になっているものから、体長の70%に達する長いものもある。疑似状態の構造も多様で、属以下の分類形質として利用される。発酵バクテリアによる強制発酵を行う疑似状態に加え、 オニアン皇族の仲間は、アゴヒゲに類似した独特な構造を持ち、第二の生物発光機関として機能している。アゴヒゲは、比較的単純な構造のものから、複雑な分岐を有するフィラメント状のものまで様々で、多数の発光機をその中に備えている。チ,ョウチンアン皇類の中では他に、ケントロプルネーカのコチ魚がアゴヒゲを持つが、その構造は単純で発酵機を書き、 成長とともに消失する。背びれと尻びれの難情数は通常3本で、他の超鎮暗号類と比較して顕著に少なく重要な間別点の一つとなっている。ごく稀に背びれの難情が4本、尻びれはにあるいは4本の場合がある。胸びれは13から19難情、おひれは9本のひれ状で構成される。エラ上骨の本数も非常に少なく、 通常は4から5本である。上肩骨によく発達した突起を持つ一方で、方肩骨、関節骨の突起を描く。災害骨は二股に分かれ、下災外骨は非常に細長く、前縁にいかなる突起も持たない。アセントルフリン属以外は、全災害骨に1本以上の突起を持ち、これは他の超鎮コー類には見られない特徴である。 アセントルフリン族を除く4族において自由生活期及び寄生生活期のオスが確認されている。自由生活期のオニアン皇族の退職はメスと同じくアンカッあるいは黒色調であるが他の族では色素を欠き、某フリン族のみ寄生後に色素沈着が生じる。自由生活期のオスはやや感情で前向きの比較的大きな目を持つのに加え、 嗅覚器も膨張し大きくなっている。すべてのオスは顎髭を持たず、ホートコリネス属及びハプラフリン属は顎の葉を持つ。寄生後のオスは、清掃の発達により、腹部が傍慢する一方、目、嗅覚器、葉は、退縮する。オニアンコウ類の死魚は、他の超ンアンコウ類と比べて、非常に細長いという特徴がある。すでに頭部は、 体長の45%を占めるほど大きく、皮膚は顕著に膨張する。胸びれは比較的短い。一部の種類は、長肩骨に、明瞭な棘を有し、本家ならではの特徴となっている。性的ふたなりは、死魚の段階で明瞭に現れており、メスは誘引突起及び、顎髭の元気をすでに備えている。西尾に愛好、ライの不利にあるジバーバイタ。北。 大西洋に分布し、アゴヒゲは多数の分岐を持つオニアン皇族の一種。大西洋の熱帯域から知られる東オニアン皇ライノフリン皇の他。大西洋、東部太平洋から報告がある種類インドオニアン皇、ライノフリンインディカ。インド太平洋に固有で日本近海からも複数の最終例がある悪魔オニアン皇ライノフリンルシフェル。オニアン皇類として、 最初に記載された種。北、大西洋が分布の中心だが、インド洋からの記録もある、オニアン皇族の一種。北大西洋、西部太平洋から計算点の標本が知られる、オニアン皇家には、ネルソンの体系において皇族27種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される皇族29種について、リストする。本家魚類として、最初に記載された種は、 ライノフリン・ルシフェルで1877年にマデーラ諸島の沖合で捕獲された。この個体は自身の体調を上回るで瞑想を口に加えたまま衰弱して表層を浮遊していたという。イゴン世紀近くにわたってオニアン効果は一族一種の一重型となっていたが、1920年代に行われたデンマークのダナ号による探検公開の結果、 新たに三賊16種が記載されることになった。以降も新種記載が相次いだものの、1951年のモノグラフにおいて認められたのは16種にとどまった。その後の調査研究により、1982年までに25種、2005年には少なくとも27種が有効種として認識されるようになっている。オニアン効果のオスは1902年に発見されたが、 自由生活期の個体であったため、当初は異なるか、アサーシャデイとして分類された。俗名、アサーシャスはギリシア語で、核を核物を意味し、メスのような誘引突起を持っていなかったことに由来する。アサーシャデイかが実際には、オニアンコウ類のオスであることが示されたのは、1930年のことである。ありがとうございます。